久保さん、いや <laughs> 終わっちゃいますね、人生。終わっちゃう前に終わっちゃう。終わ,終わ,ら終わる前に終わっちゃうみたいなね、うん。まあ今日もね、もう15時か。今日も終わりそうですよ。今日も終わりますね。そう、今日はちょっといろいろありましてね。はいろいろあったことについては、まあ、の久保さんのご自宅に行ったときにいろいろとお話しようかなと思います。 いやあねー寂しいですね久保さんね <laughs> 寂しいなうん寂しいです <laughs> まあでもこの寂しさっていうのはこの寂しさも思い出になるんでしょうね 寂しさも思い出、楽しいことも思い出。まあ全てが人生ですね、うん。いろんなことあるしそう。今日ね、ドリームアカデミアのその、うん、講義をね、まあポータルサイドにアップするのをちょっとやってたんですけど、うん、なんかその人生をね、ドラクエで例えて、まあこれ結構ね、書いたりするんですけど、例えばその人生がドラクエ、まあゲーム ロールプレインゲームだとするならば、まあ、マリオでもいいですよなんかその最初からレベル99だったとするじゃないですかでそしたら敵に倒される不安もないしボスに倒される不安もないじゃないですか完結無欠みたいなでも最初からレベル99だったら果たしてそのゲームって面白いのかなっていう まあ人それぞれですけど僕は最初からレベル99でどの敵も余裕ですってなったゲームをクリアしてもなんかそこに面白みってあるのかなっていうだから恋愛も失恋するからいろんなことをするから多分いろいろあるんだろうしうんなんかいろんなことがないと いろいろなことを感じれないしいろいろなことがあるからこそいろいろな価値を感じれるんじゃないかなと思いますねうんなんか結局いろんなことしないといろんな価値はね手に入らないっことですねうんだ久保さんもネットビジネスやってなかったらこの生活はなかったじゃないですか、まあ、この億万長者合宿のやり取りも,も100%やってなかっただろうし僕も鹿児島に来て挑戦していなかったら、まあ、久保さんとのこのやり取りないだろうし なんか鹿児島来ていろいろなことがありましたけどもいろいろな経験できていろんな思い出できてうーん,なんかすごい充実してるなと思いますねうんでもみんななんかそれが怖いのかなまあ怖いのはしょうがないし不安なこともまあ久保さんも不安なことあると思いますよね健康の問題だったりとかねうーんそう 年を取れば取るほどまあリスクはどんどん高まるわけじゃないですかだからなんか不安ってしょうがないのかなと思いますね不安が1ミリもありませんっていうレベル99で不安ないそんな人生は楽しいのかなっていう不安があるこそ不安があるからこそその不安を克服その不安があるからこそその不安を克服する楽しさがあったりとか寂しさを じゃあ、超えていく、まあ、新しい思い出とかね、新しいこととか、何か新しいこと。でそうすると、新しい思い出ができるだろうし。うん。そう。まあ、いろいろやってみた方が、いろいろと体験できるし、いろいろいいんじゃないかなと思いますね。で、色とりどりな、うん、きれいな人生になるんじゃないですか。いろいろあった方が。うん。い,いってらっしゃい。